マナヤです。ヒロマサです。バウです。カメです。富坂井です。おキリス気をつけレッ残念ジグミレイ。はい、本日はね、転校生にまたトミーが来てくれました。ブヒブヒマーリーの富坂井です。よろしくよろしく。はい、ということでね、本日はトミーとある企画をやっていきたいんですけれども、最近やってなかった企画があるんですよ。食わず好き王決定戦。素晴らしい。久しぶりだね。わかんないよね。完全に某番組のパロディになっている企画なんですけど、今回はお互い好きな食べ物を当て合うんだけど、今夏じゃないですか。なので今回アイスのやーらーら。ルールわかんないトミーもいると思うので、うちのアナウンサー楽しん、あ、もう楽しんでしまうのも楽しん、楽しん。ではルール説明お願いします。はい、今日は事前に、3品好きなアイスを選んでもらったと思うんですけども、その中で一番このアイスが好きだっていう一品をお互いに当てていただくというゲームになっております。なんかルール説明簡潔になる慣れすぎてということでやっていきましょうか。はい、まずお互いの一品目、まずトミーからこちら。スイカバ。おいい。スイカバがいるんだよ。あ、なるほどね。その子はスイカバなんで、こっちはスイカバで、僕がですねこちら北海道あずきバ。あずき、あずき。じゃあバー対決ということでじゃあ僕のからちょっと溶けそうなんでいただきます。うん、でもちょうどいい。なんか質問とかしちゃっていいよ。なんか食べ方のなんか被りつき具合に抵抗があるんじゃん。抵抗、違う、あのキーンってするじゃん近く過敏結構な、あずき好きって俺どっちかって言うとあんまりって感じ。うん、あずきは好きな人は本当好きやからね。親が愛知出身なのよ。だから小豆を食べる習慣があって、いや基本まあ小豆バーなんだけど、うん、まあ小豆のアイスは基本好き。まあ小豆全般でってことで、そうなんかしっかりしてるなっていう。そうだって本当に好きだもん。トミどう思う？いや俺はな、一番ではないと思うよこれ。あ、まあまだ1個目やからね。うん、次食べてみて。じゃあ続いてトミ。だいたいスイカバー開けるときは、うん、上から開けへん、下から開けへん。なんでかっていうと、おー、素晴らしい。これがどう見てもこれスイカにしか、確かにもう初めてスイカバーお母さんに買ってもらった時に感動して、うんうん、ええー、と思って、うん、え、これ種入っとるやん、食べれんの。確かに確かにね。もう種なんかもうめんどくさいやどけんの思って、うん、チョコレートや。さすがに下手は食えへんやろ。いやいや、そんな食えメロン味やん。もういねえねえ、もう言うたら、スイカよりこっちのが好き。ああ、これ何個も買ってきて、円にしてもうスイカ作ったろうかな、うん、あんまり言い過ぎたら嘘になると。なんかちょっと分かってきて。2品目、僕の方からこちら、ででん、スーパーカップ。懐かしい、定番のやつやね。しかも一番定番なんだけど、うん、これにも思い出がちょっとありまして、で、俺野球やってたのよ、少年野球。夏場になると時々監督か親御さんたちがアイス買ってきてくれるのよ。で、基本ガリガリ君なの、うん、なんだけど時々スーパーカップ来るの。時々、うん、なんかもう時々が気になる。で、俺スーパーカップ食べたことなかった。でもなんかめっちゃうまいじゃんと思って。なるほどね。で、俺はこれの食べ方があって、3分ぐらいそのまま食べるの、うん、で、どうすんの。空いた隙間にあんこの缶で売ってんのよ。あ、分かる分かる分かる、うん、あれを買ってきて入れるので、練乳かけんの。めちゃくちゃうまいやん。めっちゃうまいの。要するに、うん、あんこが好きなんや。そう。そうそうそう。じゃあ次、トミーのいきますか。これがハーゲンダッツいちご味です。おお。これもう多分見てる人も、あ、絶対美味しいわって思うと思うんだけど、うん、ハーゲンダッツのいちご食べたことありますか？めちゃくちゃうまいんですよ。うん、これここだけの話、最高の美味しい食べ方があるんですよ。え、これの、これもあんの？これ最初に普通にこう食べるんですよ。こう、うん、食べるな。食べるって、うん、半分全部食べます。あ、これも半分ぐらい。で、半分残った時に、はいはい、その間に小豆を入れます。小豆入れる。で、上何かけるの？それ練乳かけるこれ。俺でも分かる、これちゃうな。3品目です、僕からこちら、サクレレモンでございます。それも美味しいよね。
俺はこれ好きなの、うん、昔ながらのって味やね。素朴な味やね。そうそう。じゃあいただきます。はい。うん。それなんか中に入ってる。これレモンがスライスで入ってるんだけど、これの思い出がおじいちゃんめっちゃこれ好きだったのよ。ほうほうほう。正直これは俺食べてない、いつも。あ、それは食べてない。これいつも俺ここに出すの。あ、なるほどね。そうするとおじいちゃんが全部食べてくれる。で、あとのここね、こっから食べる。レモンが染み込んだ。そうか。料理って何を食べるかより誰と食べるかで変わってくるやん、うん、だからこれはひょっとしたら一番なんちゃうかな。でも今あれ難しい。1個目俺親との思い出、うん、2個目野球部でって思い出、うん、3個目おじいちゃんとどれも人と食べてるから。じゃん。お、アイスの実グレープフルーツ味。おい、おアイスの実は、うん、だよね。おもう一瞬宙に浮いてたよ。すごい吸引力。ダイソーみたいな。アイスの実のすごいのが、うん、アイスの実って言ったらもうアイスがなってる木があるみたいな、うん、こういうなんか植物、うん、果物、うん、実がなってる。これが一つの果物や思って、アイスの木から今実をブチッとちぎってで、ね、どうやっていくの。おお、浮いてるんだよな。アイダー浮いてんね。一瞬無重力だよな。そう、この顔なのよ。うまそうな顔して食えって。はい、今サーシナ食べ終わったということで、はい、お互いのチーム同士で予想をし合っていきましょう。では、マネージーからどうぞ。スイカバー。ほう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 。では続きまして、トミーチームからどうぞ。あずきバー。よいしょ。ではいきます。はい、判定は、おいしかったです。おいしかったです。うわぁ、え、あずきは好きだったけどね。あずきは好きだったけど、うん、違うんだよな。あずきバーじゃないんだ。うん。じゃあもう一回考えるか。2回目の予想、マネチームからどうぞ。アイスマン。ではトミーチームからどうぞ。レモンサクレで。ではいきます。判定は、美味しかったです。美味しかったです。終わった。引き分けかい。終わった。引き分けかい。久々のやつ。ジュニアさんは。でもこれはもうね、仕方ないよ。わからなかった。これガチでやってるっていうのが今これ伝わったんじゃないですか。難しい。まあ平正がこう独断と偏見で決めた。アイスの実って言ったんだけど、うん、あ、もう勝手に勝手にもう俺の意見なんてもう全然アイスの実じゃない。なかなかね、このタイミングで。アイスもうハーゲンダッツだった。イチゴが好きなの。イチゴが好き。おお、なるほどね。シンプルにイチゴが好き。結構単純な人でした。別にそんな読む必要なかったよ。ということで、聞き分けの場合これどうなの？カメのドロスコで。ああ、そうかそうかそうか。じゃあ最後、トミーが出ないとかやってほしいことがあるわ。じゃあカメが相撲に絡んだ面白いギャグ。おお。ちょっと考える時間あるよ。さあ、トミーなんか宣伝しておきたい。ああそう。じゃあトミーなんかチャンネルのこととか。今回出演させていただくの3回目になるんですけれども、はい、ブヒブヒパーリーというチャンネルをやってますので、はい、ぜひ応援する意味でチャンネル登録していただけたら嬉しいです。はい。あと、うん、これから映画だったり、うん、ドラマだったりとエンターテインメントも世界で、うん、これからも頑張っていきますので、はい、ぜひと応援していただけたら嬉しいです。はい。あの概要欄の方にもまたトミーのチャンネルと、SNS 等々貼っておくのでぜひチェックしてみてください。はい、ということで最後にカメが、はい、ね、相撲にちなんだ一発ギャグを発して、うん、今回の動画を締めたいと思います。では、はい、どうぞ。足柄の恋。